同人誌の最高賞というすごい賞の選考をさせていただいて、本当に私で良いのかと思いながら選考させていただきました。皆さん非常にキャリアのある人ですね。若い方もいらっしゃいますけれども、中には私よりも年上の方がいらっしゃいます。それでやっぱりね、書くことに命をかけているという点では、プロの作家も同人誌の作家も同じですし、非常に技巧的にうまい人がいたりですね、それから非常に重いものを抱えて、命かけて書いていらっしゃる方も、いらっしゃいます。それから中間小説的なうまさのある人もいるし、ライトノベルみたいなさらさら流れる文章もあってですね、これを選ぶというのは、大変難しかったです。でも選ばなければいけないので、他の選考委員の方と相談して、選ぶということになったんですけれども、一つはね、純文学的なインパクトのあるものと、それから中間小説的なうまさのあるものとどうやって比べるのかという難しさもあったと思いますし、人それぞれ、感じるところが違っているところもあるかなというふうに思います。しかし最高作に選ばれた作品、私もこれはすごいと思います。純文学の純文芸史に月々載っている作品のレベルと比べても決して劣るものではありませんし、こういうものが同人誌で書かれていたんだなと、いうことを改めて思って、日本の文学の世界の裾野は大変に広くて、深いと、いうことを感じました。今回こういう形で作品を読む機会を与えていただけたことに感謝をしたいと思います。今回初めて文学賞の選考委員をやらせていただきました。そのこと自体がとても私自身感動しております。ありがとうございます。作品は本当に全てレベルがとても高く、そして意識も高い小説ばかりで、本当に読む際にはもう興味深く読ませていただき、特にですね、重い問題を扱った作品もあり、非常に選考するのに悩みました。そして、選ばれた最高作品に関しましては、現代のリアルを表してもいいと思いますし、私自身女性としても共感を持つことのできるような作品で、一番のめり込んだ作品だったかと思います。今回本当にこのような素晴らしい賞の選考をさせていただきまして、光栄でした。今回流行るですね、風呂場賞という全国同人雑誌最優秀賞を決める、選考委員として非常に光栄に思っております。今回ですね、やはり6作、とても力のある作品、それからいろんな人生の重みを感じさせる作品が、揃っているというふうに思っております。結果としてですね、今回選ばれた作品、それから私も、推したのですけれども、やはり発想の面白さ、それからその展開がきちんと充実して支えられている、そして伝わってくる、そういう意味でやはり作品としてはですね、のぞみという作品を推させてもらいました。それが結果受賞になったのは嬉しく思います。ただ他の作品もですね、この選考会に立ち会ったおかげで、私の読みの浅さから、さらにですね、実は、人生のいろいろな背景があり、そして、私が気づかなかった点、他の選考員の方々のお話をお聞きしてですね、それを気づかせていただいたということでですね、この会に立ち会って、とても私自身が成長させられたというふうに思っています。やはり中にはですね、もうすでに書いて、この世を去られた方もいらっしゃって、その思いのようなものもですね、ここで、逆にですね、伝わり直したというですね、とてもいい真幌芭蕉の選考会だったというふうに思います。
全国の同人雑誌の優秀作をここに掲載させていただいて、その中から最優秀賞を選考するという、これまでは公開選考会だったんですけども、ちょっと方向を変えまして、本格的な選考ということにさせていただいたんですけども、本当に中身の濃い、充実したご批評をいただきまして、本当に3人を選ぶことができたと思います。同人雑誌 の、その作品がなかなか日の目を出てもらえないというふうな最近の傾向なんですけれども、よくこうやって読み込んでみると本当にいい、中身のある、充実した作品が揃っていると思います。ある意味では芥川賞もこちらのような、本当に、内容のある、質を持っているんじゃないかというふうにも思います。それで、今回はその中からのぞみが最優秀賞、オルバ賞に選ばれたわけですけども、新しい現代の金融を扱っているような世界の抽象的な世界とこの現実の生活感とのこのアンバランスなものを扱った、そういう危うさを、お手伝いした小説がその形を上げているということで評価されたんですけれども、本当にこういう形で、光を当てていただいて大変嬉しく、その他にも非常に重みのある作品、それから書かずにいられないような、そういう強い衝動を感じる作品があったりですね、非常にこうバラエティに富んだ、面白い、なんていうんですか、作品の集まりだったと思います。本当におかげさまでこういう充実した選考をやっていただくことになりまして、感謝しております。これからも同人雑誌の良い作品をですね、こうやって集めて、たくさんの人に読んでいただくような方向を探っていきたいと思います。どうもありがとうございました。